皆さん、こんにちは。今日は2023年10月3日火曜日です。今日のテーマは中国の観光地ですね。人が多いんですが、むちゃくちゃです。そして、中国のハードル、女神といいますが、ものすごい批判されました。最初はすごい人気あったんですよ。でもですね、今は一瞬で終わりです。 そして、ある男性ですが、KTV。皆さんはご存知ですね。KTV というのはどんなところでしょうか ?KTV で、行くだけですね。罰金取られました。これについても話をしたいと思います。情報が多いので、少しずつ話をしたいと思います。一つ、アジア競技大会の試合のシーンについて話をします。この子はですね、 ハードルの女神と言われます。今年7月ですね、生徒で開催した世界大学生運動会があったんですよ。この女性はものすごいですね。有名となったんですね。なぜならですね、ウサンと言いますが、顔がですね、あの、表情がすごいですよ。誰にも負けません。私は強いですよ。世界一ですよ。みんなのことですね。 下に見るんですよ。これがですね、中国ですごい自信があって人気出たんですよ。ファンがすごい多いんですよ。そして女性はですね、入れ墨があって、中国ではですね、入れ墨っていうに対してあまり良くないイメージがあってですね、ちょっと批判されました。その後ですね、隠すようになったんですが、このウさんはですね、1997年生まれたんですが、 26歳ですね。ずっとプロの選手として活動してきました。しかしですね、今年7月、制度で世界大学生運動会でしたので、彼女はですね、大学生として運動会に参加して、やはりプロですから、すごい良い成績をですね、取ることができました。これはそうですね、みんな大学生ですよ。自分はプロですね。 今回ですね、このシーンですが、実はですね、2回目のレースなんですよ。2回目の試合なんですよ。1回目も同じなんですが、バンってなる前ですね、先に走り出してしまったんです。しかしですね、絶対に彼女は認めませんでした。ゴーさんはですね、そして中国側もものすごいかばっていたんですよ。逆にですね、ゴーさんはすごい好奇しました。インドの選手に影響されたんですよ、と。 インとの選手さんが先に足が動いたんですよ。自分は次ですよ。というふうに主張しました。ちなみにですね、このギリギリ聞こえるんですが、私は聞こえたんですが、まあ、ネットでもあるんですけれども、インとの選手さんの,あの、これもおかしい話ですが、おならですよね。出たらしいんですよね。そのおならを聞いて、ちょっと精神的にあーってなってあの、走り出したと。 いう風うに言ってるんですよ。その後ですね。また言い訳をしたんですよ。結果ですが、とりあえず試合を続きましょうかと。もしですね、今後ですが、これからですが、審判団がですね、あなたは違反したんですよね、と判定したら、今回の試合はどんな結果であっても無効になるんですよ、というのがありました。言い渡されました。これでいいですよとなって、試合はですね、結果ですが、再開できました。 結果ですが、銀メダル、えー、取ることができましたが、んこういうような、えー、最後の結果ではありますが、しかしですね、国旗をですね、かぶって、やはり自慢したいですね。これでカッツポーズですねあ、勝利したんですよと言ったんですが、すごいかっこいいようなシーンですね、まだ出たんですが、しかしですね、止められました。あなたは、えー、今日今回の成績ですね、無効ですよと言い渡されました。こういうのが、 ありましたけれども、中国のネットではですね、ものすごい批判されました。しかしですね、それでもウッサンはずっと認めませんでした。抗議し続けていたんですよ。この動画ですね、公開されて、ネットで中国のファンもですね、逆に批判して、静かになって謝罪しました。2回目ではですね、インドガマの選手さんと監督さんの抗議もあったんですよ。 2回目の判定というかと言いますが、良かったんですね。本当は。議員岡側の選手さんは言いました。私は絶対に先に走ってはいません。何もしていません。でも、私のせいですと言われました。その後、ブさんは謝罪しました。しかし、1回目の謝罪ではですね、国家に申し訳ない。ファンに申し訳ない。チームに申し訳ない。私はあくまで影響されてしまったからですと。 しかし、ネットではこの動画ですね、やはり拡散されますので、これで2回目の謝罪をしました。審判団の判定に納得する、尊重する、インドの選手さんに申し訳ない。私は当時ですね、頭が真っ白になってしまって、誰でもいいから、インドの選手のせいにしましたと。こういうふうに謝罪もしたんですよ。あの、まだ真面目だったと言えるでしょうか。 これについて少し説明しますが、インドはですね、ものすごい現在ですね、中国にすれば敵なんですよね、ライバルですね、敵というような感じですね。例えば、インドで生産された iPhone ですね、もしそれを買ってしまったら、後ろにですね、アセンブリ、インドでしたら、書いてあれば返品しようと。原因はですね、まあ、これも中国の変な話なんですが、 あの、開封したらですね、カレーの匂いがするんですと。非常にひどいんですよね、そういう初話は。なので、返品しようと言うんですよ。中国はですね、何回も言いましたが、中国はですね、差別すごい国なんですよ、実は。中国の農民、手稼ぎ労働者、そういう表現ある時点で、やはり差別ひどい国なんですよ。中国はですね。そして、私はですね、中国の TikTok 見てですね、 あの、i k t トクですから、中国の5000年、実は5000年の文化ないんですよ。歴史も5000年ないわけですから、でも、i k t トク上はですね、5000年の文化の心理っていう、あの、ある本をですね、宣伝しました。中国の青年に勝てほしいんですよ。あの、そこではですね、本の内容、 勝手は言いませんが、紹介があったんですね。五千年の文化、真理、読んだ方がいいですよ。青年はこの、この本を読んで、絶対勉強になるから。そういうような宣伝でしたね。まあ、紹介ではですね、自分が不利、負けそうになるよね。そこで、ルール、秩序を主張しましょう。それでもですね、ルール、秩序を主張すると、負けるんですよ。それで、現実的に自分の今のじ事情ですね、主張しようと。 しかしですね、ルール秩序でも無理、現実上ですね、事実、事情を主張しても負けるんですよ。ね、そうするとですね、認めずに無茶苦茶にしようと、嘘を入れ言えばいいんですよ。嘘をですね、100回、1万回を繰り返すと主張すればいいんですよ。そういうような本ですね。なので私はよく言いますが、中国の5000年とは言いませんが、 数千人ですね。あの、そういう歴史ですね。実はですね、むちゃくちゃなんですよ。もうゴミしかないんですよ、実は。そういう文化ですね。むちゃくちゃです。そして、中国の文化について、まだ後日、機会がありましたら話をしたいと思いますが、ロジンさんがですね、言いました、中国はですね、漢字やめろと。もう漢字はだめです。そもそも漢字というのは、漢民族の文化と言いますが、 民族の字なんですよ。無理やりですね、あの、中国の一つにしてですね、やる必要はないよっていう意味ではあると思いますし、そしてロジンさんとしては実はですね、中国の文化についてすごい批判しました。中国には良い文化がないから、そういう意味ではあると思いますが。また続きまして、10月2日の試合でしたが、日本と北朝鮮のサッカーの試合でした。 ま、結果ですね。日本は処理しました。2対1ですね。途中で休憩に入るんですよ。日本の隊員さんと言いますが、まあ、そこでですね、水を飲むんですよね。そし、そしてですね、あの、ジョシューさんはですね、水を配っていたんですよ。そこで北朝鮮の選手さん、キムさんだと言うらしいんですね。キムさんがそこで水ちょうだいと言ったらしいんですね。らしいんです。 でも、日本の方は多分言葉も通じなかったでしょうし、まさか水欲しいと言われることはないでしょう。なので、隊員さんに配っていたんですよね。仲間に配っていました。なので、飲み終わったボトルをですね、それから回収して退場するところでしたが、北朝鮮の選手さんはですね、無理やり水を取っていたんですよね。そして、あの、そういう手を出すふりをしたんですよね。 結果は手を出してなかったんですが、でも出すふりをしました。それで、裁判員が見ていたので、黄色いカードを出しました。あなたはおかしいでしょっていう意味で、黄色いカードを出しました。これはですね、あの、やはりですね、北朝鮮にすれば愛国者でしょうかでも、クズですよね。ちなみに、中国はですね、この嘘のことも愛国者であることを認められているんですよ。 なぜならですね、彼は、彼女はですね、試合で勝利しました。勝利したらですね、外国の選手のことをすごい馬鹿にするんですよ。これで、中国のですね、外交官、チンピラ外交のことを思い出すんですよね。なので、ファンたちはこれを見て非常に嬉しいです。強い発言、みんなを馬鹿にする。そして、上から下を見る目線で見ることがかっこいいという意味で、中国で有名となったんですね。 しかしですが、実はですね、こういう人間はですね、実は危ないんですよ。ある程度やってもいいかもしれませんが、でもですね、もし何か失敗したら、すぐに終わってしまうんですよ。現在ですね、結果ですが、今回ですね、の試合は、まあ、季節的ありませんので、すごい批判されています。あなたは愛国者なのに、英雄のはずなのに、でも今回失敗したんですよね。ものすごい批判されるんですよ。まあ、自業自得ですよね。 というふうに思いますが。次ですに、中国の国道ですね。あの、すごい忙しいんですね。みんな観光するので、パンクする自動車があんまりにも多いんですよ。1時間で50台の自動車がパンクしました。その後、100台を超えたんですね。場所は高速道路サービスエリアの周辺でした。みんな同じところに行って修理するんですよ。パンク修理ですね。警察は通報して、されて、 調査しましまた結果ですね、多分ネジを輸送する自動車から落ちたんですと言いました。このネジはですね、みんな同じ長さ、同じサイドなんですよ。おかしいではないかと言います。これはですね、以前、中国には結構あったんですよあの。自分はですね、仕事がないので,街で、町で修理工場ですね、パンク修理ですね、そこで釘をあの巻くんですよ。巻いて、また修理に来るでしょう。 っていうのがありますね。そして、こちらはですね、10月1日でしたが、観光客ですね、1 0 0見にいたんですよ。これから話をしますので、ものすごいですね、水位が一瞬で上昇して、波も強くなって、やはりこういう感じとなったんですね。被害者が出ましたが、3名ですね、流されたっていうふうに言われています。みんなですね、チケットを購入して入場しました。その後、 チケットの返金処理をしてくれたんですと。しかしですが、現地の情報ですが、流されたり、怪我した方はもっと多いんですよ、実は。ここはですね、ちょっと尺があったんですね、実は。柵。でも今はもうないんですね。潰されました。波がすごかったんですね、パワーが。で、流された人も、いるんです、実は。10月2日、現地の海音市、警察署は発表しました。被害状況は公開しません。 観光地を一時的に閉鎖する再開は未定ですと。現在はこの状況です。実はですね、ここは結構人気のある観光地なんです。チケットはですね、あの、あるんですよ。そこではですね、花火のショーあったり、ドローンのショーもあったりするんですよ。場所はですね、ここは40元です、1人。ここは90元です。ここは約3000円ですね。 150元です、ね。なので、中国ではチケットの料金によって場所が全然違うんですよ。チケット入場料といえば、公衆のお寺ですね。このお坊さんですね。お金を数えるお坊さんが大変忙しいんですよね。この手先を見てですね、銀行の職員さんよりも慣れていますよね。中国のお坊さんはですね、高級車乗るのが普通です。そして、 KTV、よく行くんですよ、実は。あの、中国ですね、お寺とか行くんですよね。入場料は、有料であったり、無料であったり、あります。ただし、1000個はですね、基本は、買わないといけません。買わなければ、あなたは神様に怒られますよ、と言われます。でも、1000個はですね、すごい高いんですよ。それもですね、値段によって、サイズ、大きさ、違うんですよ。 もし誠意があれば高いものを買ってねと言われます。これはですね、中国のお寺は完全に商売となっていますので。次です。3。アメリカ側の情報ですが、アメリカのクロールっていう会社ですね。リスクコンサルティングの会社なんですが、の従業員さん、マイケル・チンさんですね。中国から出国しようとしたんですよ。でも、出国禁止ですよと。 中国の当局に言い渡されました。陳さんは今年7月アメリカから中国へ渡航しました。出張なんです。現在、帰りですね。帰国はできなくなってしまったんです。ちなみに陳さんはアメリカの国籍なんです。中国の当局は何も説明しません。ただ、調査すると言っています。このクロールという会社は会社の経営状況、 市場の状況を調査する会社なんです。また、旗の手続き、組み直しの手続きを、そういうサービスを提供する会社でもありますが。中国政府はですね、今年から外国のコンサルティング者のことを調査するようになってきました。3月、ミンツグループ、ピキにある会社をですね、急に固く操作されました。 5名中国籍の従業員ですね、身柄確保をしました。しかし、今でも調査の結果は公開していません。そして4月、ベインキャンピタルですね、上海の会社に入って、急にまた固く操作されました。職員さんのスマホ、パソコンを押収して調査しました。結果はありません。5月、キャ p プビジョンという会社ですが、上海北京新設の事務所に入って、 ままた片方操作をしました。をしし中国政府ですね、むちゃくちゃなんですよ。外資系はですね、中国で運営する、投資する、コンサルティングの会社がどうしても必要なんですよ。中国政府はコンサルティングの会社をすごい叩いて、外資系の企業は撤退するしかないんですよ、実は。また、陳さんは最近ですね、2人目なんです。出張で中国に渡航して、それから 帰国できなくなってしまったんです5月25日野村証券に勤めている王さんですね同じく出国はできなくなってしまいました中国政府ですね現在外国人観光客を呼ぼうとしてるんですよノービザ施策を再開しようかと考えています例えば日本人は日本のパスポートを持っていればノービザで中国に渡航して 15日間以内ですね。滞在は可能です。ビザは入れません。しかしですが、どうでしょうか。中国はとても危険ですね。特に商社の方、貿易の方ですね。中国に渡航して、結局ですね、できなくなってしまう可能性があるんですよ。やはりリスクがですね、ダメですので、みんな嫌ではないかというふうに思います。次です。4。アメリカ側の情報ですが、テレグラム。 個人情報をですね、絶対に守る、安心できるというソフトですが、しかしですね、この会社はこれから t e n c e n t と付き合おうかと報道しています。Telegram は t e n c e n t と付き合って、海外版の WeChat というシステムを作るという計画ですね、あります。Telegram はですね、中国で使う人が多いんですよ。ただし、VPN を使わないといけませんが、 例えばですね、講義活動に関するやりとりですね、全部 WhatsApp か Telegram を使っていました。中国政府は知っていますので、Telegram を自分のものにしたいですね。t e n ン e n ンはちなみに中国政府のものなんですよ。原因はですね、Telegram は長期的に資金不足で困っています。約1年前ですが、仮想通貨に投資をしました。 仮想通貨で儲かれば経営を維持しようとしました。しかし利益はなかったんです。まだ w e チャットというものをコピーすると世界でもっとたくさんの人が使うでしょう。商売につながることもできます。ただしですね、テレグラムはアメリカとか欧州に事務所がなくて金業としての登録もしていません。なので自由には行動できます。 現在のユーザーさんはですね、テレグラムにある自分の資料をですね、削除をすることが困難なんですよ。ID を消すなら可能ですが。ついです5。欧州はですね、10月3日に大事な産業のリストを公開します。大事な技術、産業、中国に流出しないようにするためなんです。また、大事な商品、中国から輸入も禁止しようとしています。特に EI。 最先端のデジタル製品、量子コンピュータ、ロボット、生物価格ですね。7度だと、そういうものですね。原因はですね、欧州の機会でも、特に太陽光パネル、風力発電設備の企業はものすごい抗議しています。中国産の商品が入ってくるわけですから、欧州の生存業ですね、どんどん空洞化となっていくんですよ。最後ですね。中国に依存してしまいます。 経済、産業、中国に制裁されてしまうんですよ。建設されてしまうんですよ。これはどうでしょうかとなってきます。最近、欧州の官僚は中国の当局に説明しています。ほんの少し影響あるんですが、輸入しないわけではありません。あくまで依存してないようにしているだけですよ。というふうに説明しています。次です。6。ワグネルの指導者である方ですね。 トロシエフさん出てきました。プーチンさんが指定しました。あだ名はですね、灰色の髪の毛っていうことですね。トロシエフさん。元プロコチンさんの部下でした。プーチンさんはワグネルをウクフライナの戦場で活動するように指導しました。またトロシエフさんは国防省に所属していないですが、国防省の命令に従うんですとなってきました。 まだプーチンさんは今年の秋ですね、13万人徴兵するよと発表しました。年齢は18歳から27歳です。ワグネルという組織はプーチンさんが作った組織であって、目的は国防省のことを牽制するためなんです。最後ですね、ワグネル組織は国防省に所属するようになってきました。つまり国防省は強くなってきて、牽制する組織はなくなってきました。 次です。7。アメリカの総合参謀本部長官、議長さん、ミリーさんですね。引退しました。もう定年ですね。引退の会でミリーさんは演説しました。舞台は部落に忠実しない。ある宗教にも充実しない。つまり、宗教にも言いなりになりません。国王に忠実しない。つまり国王の言いなりにはなりませんよと。 独裁者になりたい人の言いなりにはなりませんよと言ったんですよ。軍隊は憲法を守る海外、国内の時を警戒するんですと言いました。この発言はですね、ものすごい大歓迎されましたね。この発言で独裁者になりたい人は誰でしょうかトランプさんでしょうかと分析されています。つまり、ミリーさんはですね、トランプさんのことを批判したんですよ。 しかしですが、ミリーさんの発言はどうでしょうかと私は思いますね。ちなみにですね、私は動画で話をしましたが、ミリーさんはですね、内省で中国の国防省長官に電話をしたんですよ。7人の時もあれば、11人の時もあればですね、オンラインでの電話会談という形でしたが、一つは、1回目は2020年の10月30日でした。2回目は2021年1月の 8日でした。また大統領選挙の4日前にも電話をしましたが、電話の内容ですね。中国側の情報ですが、当時ですね、トランプさんは中国の行動に対してすごい怒っていました、まあ。コロナの問題もあったんですが、特に南シナ海、東シナ海での行動なんですよね。中国の軍事拡張を止めないといけませんよと判断したんですよ。例えば、 そこにある中国の人工島ですね。人、元首相ですね。それを島にして軍事基地にするんですよね。そういう人島、人島島ですね、破壊しようかっていう計画もですね、ありました。中国側はものすごい警戒しました。ミリーさんはですね、電話では絶対にしませんよ。もしですね、トランプさんは命令を出しました。先に中国に知らせますよ。我々は先に 攻撃ですね。行動はしませんよ。と言ったんですよ。うん、これはどうでしょうかと思いますね。また、ミリーさんはアフガニスタンから撤退なんですね。についても、結構批判されました。しっかりとした計画がなくて、あまてて撤退しました。また、撤退はいいんですけれども、米軍の武器、バヤ薬砲ですね。軍事車両もそうですが、そのまま残したんですよね。で、あまてて撤退しました。これはどうでしょうかと。 思われます。これに関して私はトランプさんのことをあの、守るというか、かばうことはしませんが、トランプさんはですね、独裁者になることは私は思えないですよね。独裁者になるのであればですね、まずはメディアのことを管理するんですよね。でも、アメリカのメディアはですね、ものすごいトランプさんのことを批判しました。当時であってもですね。なので、 あまり良くないではないかというふうに思いますが、このような発言はですね、どうでしょうかと私は思いますが、あまりにも不平等、不公平ではないかというふうに思います。日部の行動どうですかという,いう話ですね。バイデンさんは言いました。ミリーさんは C の愛国者ですと。それから空軍の将校さん、ブラウンさんですね。黒人として2人目の国防長官が登場しました。これからはブラウンさんとなってきますが、 次です。8、消毒の警察署について、また情報が出てきました。2023年9月26日の行政処分決定書なんです。うん、この日付ですね。内容はですね、2023年4月3日、ある男性ですね、KTV で楽しんでいました。ある女性ですね、2008年5月30日生まれ、 付き合って楽しんでいました。一緒に飲んだりですね、お酒を飲んだりしていました。二人はそこで WeChat ですね、交換しました。楽しんで男性は女性に一緒に寝ようかと誘ったんですよね。女性は断りました。男性は宣言ですね、料金を支払いました。これはですね、結結果としては有罪判決となってしまったんですよ。まあ男性はしたいっていう 欲望ですね。思いがあったんですよね。まあ、賠償の行動はありませんでしたが、そういう思想があったんですよね。なので、罰金500元しますよと言い渡されました。判決出たんですよ。約1万円ですね。そして、15日間以内支払うんですよ。支払わなければ、1日ごとに3%の延滞料を加算するんです。という風になってきました。 これは本当におかしいんですよね。法律の3つの要件と言いますが、まあ、動機、行為、結果ですね。今回は動機はあったと思いますが、でも行為はないんですね。うん、おかしいと思います。それでも罰金取られました。やはりですね、中国の地方政府、特にこの都市ですね。おかしいんですよ。消毒という都市ですね。お金が欲しいからですね。 例えば、この間、動画でも話をしましたが、消毒の都市にはですね、ある IT 企業ですね、VPN を使って、外国から仕事を受け入れました。21年間ですね、経営しました。そして一瞬ですね、捕まられて、あれは全部違法の収入ですよと、全部募集されました。そもそも VPN を使ってはいけませんと言い渡されました。なので、この間の違法の収入ですね、 この間の収入は全部違法ですよと判断されました。なので中国の政府は本当にむちゃくちゃなんですよ。これが中国の今の社会ですね。何もかもおかしいんですよ、実は。何もかもおかしいんです。また中国の経済についても話をしたいと思います。この動画はここまでにしたと思います。最後、いいねボタンをお願いいたします。ありがとうございました。